宮崎県と鹿児島県の県境にあります霧島山、新萌岳につきまして気象台はきょうの午前3時53分に噴火警戒レベルを2から3入山規制に引き上げました火山活動が活発化していますまず今、ね、まずこの霧島山の位置をご覧いただきましょうこの九州の南部鹿児島県と 宮崎県の県境にある山となります拡大をしてみますとこちらですね霧島、山、新萌え岳といいます2011年に中規模の噴火を起こした山となりましてその後2017年や18年にも噴火を起こしていますこの新萌え岳なんですけれども気象台によりますと 28日頃から火口直下を震源とする火山性地震が増加をしている中で、今日30日午前2時頃から山体の膨張を示す地殻変動が見られているということです。新萌岳の火山活動がさらに高まった状態となっておりまして、新萌岳火口からおおむね4キロの範囲では大きな噴石に対して警戒をするよう呼びかけています。この噴火警戒レベルですけれども、5つに分けられています。今回 新前岳に発表されたのはこの入山規制ですねこちらになります噴火警報の中でも入山規制となりまして、まあ、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生あるいは発生が予想される場合となりますえ2011年の噴火の際はこの 噴火警戒レベル3の状況ということになりました。で、これより上の段階、居住地域に重大な被害を及ぼすというようなま噴火が発生あるいは予想をされる場合というのは、ま噴火警戒レベルがま4以上にま引き上げられるということになります。え、このま霧島ま霧島山新燃岳の火山活動を活発化しております。え、この後の最新の情報に十分お気を付けください。 最新の火山情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。